誤嚥性肺炎は胃または口から肺に比較的大量の物質が入ることによりなる肺感染症の一種である。よくある兆候や症状は発熱と咳が感染から比較的早期に見られる。合併症には肺農用が挙げられる。中には非感染性の誤嚥性肺炎の明けである酸性の胃の内容物が肺に入り発症する化学性肺炎も含まれる。 感染は数種類の細菌が原因である可能性がある。リスク要因には意識レベルの低下、塩化障害、アルコール依存症、低下栄養、高校の健康不良などが挙げられる。診断は通常、気揚歴、症状、胸部 X 線検査、培養検査に基づい行われる。他の種類の肺炎と区別するのが難しい場合もある。治療は通常、 クリンダマイシン、メロペネム、アンピシリンスルバクタム、モキシフロキサシンなどの抗生物質が用いられる。化学性肺炎のみの患者には抗生物質は一般的に必要ない。肺炎で入院した患者のうち約10%は誤炎によるものである。特に介護老人ホームにいる高齢者に発症することが多い。男女共に等しく発症する。日本の高齢者においては 肺炎の80%以上を誤炎性肺炎が占め、死亡統計では第3位の疾病である。毎日2万人の70歳以上の高齢者が誤炎性肺炎により入院しており、年間医療費は4450億円と試算されている。ありがとうございます。